はい。皆さん、おはようございます。沖縄、おばばです。えー、っと、昨日もね、えー、一応言ったことなんですけど、実を言うと、本当に、えー、秋冬物の医療はね、早めにご購入した方がいいと思います。はい。なぜかというと、昨日ですね、えー、フェリシモさんから通知が届いていました。はい。えー、まああのー、なんてう、定期購入でね、 えー、まぁ、あ、半分間み、みたいな感じなんですけど、えー、お茶とお、無添加のね、国産の材料で作った、あ、ラーメンのセットを、ちょっと頼んでるんですけど、それプラス、えー、ちょっとね、えー、これいいかなっていうものを頼んでるんですよ。毎月1点2点。はい。えー、それでね、その中であの、サニークラウズさんっていう、あの、なんていうのかな。 えー、フェリシモさんのあるブランドがあるんですけど、その中で気に入ったお洋服が一枚あったんで、それも一緒に頼んだんですね。えー、そしたら今月なんか、まだ届いてないみたい。なんだか、ご用意がまだできませんということで、えー、出荷が遅れますよっていう通知が昨日来てました。 で、えー、サニークラウスさー、一部は日本で作ってるんですけど、ほとんどのものは、えー、C の国です。はい、C の国で作っているものです。はい、えー、受注生産ではないと思うんですよね。はい、あの、通販の会社っていうのは大体受注生産ではないので、で、受注しててもね、あの、フェリシモって1ヶ月に一遍の定期便なんで、一、えー、1ヶ月あれば普通は作れるんですよね。はい。 そういうことなんですよ。それが未だに、あのー、多分あの、ごじ、準備ができないっていうのは生産地から多分届いてないんだと思うんですよね。はい。なので、えー、今後ね、えー、たこういうことが多発してくると思います。はい。えー、長袖のね、ちょっと、おー、 何て言うのかなえー、買い物行くときにちょっと着るようなワンピースをね、ちょっと一着買ったんですけど、えー、それが未だに届いています。届いていませんというかね、えー、遅れます。あのー、入荷が遅れてますという、あのー、ご用意できていませんっていう通知が来ました。えー、非常にこれは、あ、うんっていう思う感じですよね。だって、あの、変な話ですけどね。 あのー、通販の会社って普通余分に作っておくんですよね。そういう、えー、アパレル関係のものってね。はい。で、しかも、フェリシモの場合、1ヶ月に1ぺしか来ない定期便なんで、えー、まあ1ヶ月前にね、あの、頼んだ時点で1ヶ月の猶予はあるわけなんですよ。はい。それが、あぁ、まあ、おとまだね、えー ご用意ができていませんということなんで、多分ね、その流通か、あも,もしくはあの、9月30日まででしたっけあの、中国のね、繊維関係の工場が全部停止するっていう、あの、例のニュースがありましたよね。なので、その都合で遅れているんだと思いますけど、多分今後こういうことは、 新しい世の中に変わらない限り多発すると思います。はい。えー、まあ、アパレル関係のものですね。まあ、下着でも靴下でも、あと上に着るものでもね。はい、あのー、早めにご購入した方がいいと思います。予約なんかしてても、あのー、予約、 なんて言うのかなそういうふうに私みたいにね、1ヶ月前に予約してても届かないことがありました。はい。これちょっとね、うんっていう感じですね。まあ、あれなんですけどね。 まあそんな大したもんじゃないんで、別に届かなくても生活に困りはしないんですけどね。それでも、まあこういうことが多発してくると、いろいろお子さんなんかお持ちの方はね、多分一年ごとにほら、成長して、あの、小さくなって切られなくなっちゃうっていうことが多々ありますからね。なのでそういう方はやっぱり早めにご準備、秋冬もののね、準備、セールなんか待ってたらもしかしたら入荷しないかもしれない可能性もありますからね。 はい、えー、なので、早めにご準備された方が良いかもしれません。はい、えー、ね、またちょっと古くなっちゃってね、え切、ー、れないもの。まあ、下着とかね、靴下とか消耗品ですから。まあ、普段着てるね、お洋服も。 ある意味、消耗品ですけどね、えー。そういう感じでね、あの、もう、あの、すり切れちゃって、うん、みっともないかなっていうのは、えー、やっぱり買い替えないといけないし、まあ、いろいろ大変ですよね。はい。というわけで、えー、そういう通知が来ていたので、皆さんにご連絡しておきたいなと思いました。まあ、昨日もね、えー、そのことは言ったんですけど、こん昨日はあの、クロックスで、今日、今日は、 えー、アパレル関係の、いわゆるお洋服ですね。それがあ、まだ準備できないと、はい。そういうことで、えー、連絡があったので、えー、早めにもしかしたら、あね、えー、どうなるかわかんないので、えー、生産ストップするかもしれないですし、まあどうなるか本当にわかりません。あの、C の国のことなのでね。はい。えー、 そういうわけで皆さんね、必要な医療品とかあ、そういうものはお早めにご準備した方がよろしいかと思います。はい、えー、今日の朝の、ね、雑談でした。はい、それでは皆さんまたごきげんよう。はい、パ、ま、なしゃー。はい、はい、はい。